はい、ということで有楽町線副都心線の氷川台駅に到着いたしました、はい、いやー東池袋から乗ったんですけど、はい、まあ、池袋一駅通ってあっという間でしたね。あっという間ですね。10分かかってないですよね。逆向きっていうのもありますし、そうですね、ちょうど、はい、まあ、ただやっぱ朝は逆方向をあの観察してると、はい、まあしょうがないです。特に池袋からガッと、そうです、ね、はい、森野さん含む JR ユーザーが、はい、乗り換えてきますんで、まあまあ混むかなと思うんですけど、結構氷川台は落ち着いた感じでした ね、 落ち着いてますね、この段階では、はい、ということでここから、プラウド平和台テラスの建設地まで歩いていきたいと思います。それでは行きましょう。駅前、あそこにアコレがあります。7時から23時まで。で、ちょ待てよのマックがあります。ちょ待てよのマックです。あ、スキヤもあります。お腹が空いてきましたね。松屋もありますよ。松屋入っちゃいましょうか。腹が減ってきました。弥生県もある。なんかこのそんなに駅前と関係者さ、ロブロブタリーがないから、あ、これもパチンコ屋さんだ。パチンコ屋ですね。やんないですけどね、これは。で、角に薬屋さんが出てきました。あ、森野さんがいますね、あそこの薬の下に。なんか薬の下に森野さんがいます。本当だ、白衣着てます。白衣着てます。これを渡って右に行きます。なんでしょう、この自転車屋さんですか。はい、自転車屋さん。激しい自転車屋さんがいます。買い取りもやってますね。主張が強いです。結構激しいですね。角にコンビニ、ファミリーマート。なんか本当にコンパクトに集約されてますね。はい。ジムもあり。松屋の隣。あ、本当だ、はい、24時間できるやつですね。機械が置いてあるやつですよね、はい、いや、弥生県お腹が本当に減ってますね。昔ながらの個人商店ポツポツある感じですね。そうですね。車屋さんが自転車屋さんになった激高、買い取り激高って書いてます。お、なんか美味しそうですね。美味しい、うん、美味しそう。前に行くしかありません。いいっすね。これを左へ入ります。角に前バスがありますね。ここいいっすね。きちんと歩道もラインがついて、ガードレールがないのはちょっと気にはなります。まあでもちゃんと歩道の広さ確保されてますね。
こうコインパーキングの値段でなんとなくの土地の値段って分かりますよね。分かります。いつも気になっちゃう。今のところは昼間30分200円でした。まあまあ波1400円は結構目に優しい。そうですね。まあまあ近郊エリアの妥当な値段ですかね、都内の。あ、保育園がついてますね、あそこに。あれ気になりますね。気になりますね。虹色保育園。保育園今建設中でございました。これなんか歴史的な川越かなって思っちゃいました。猫まんまが食べたくなってきました。なんかちょっとお米屋さんですかね。でも本当川越っぽいですよね。からややですが上り坂ですね。あ、あのクレーン見えたのがそうだった。あ、そうだ。ややですが、まあ気になんないですこれは。本当やや。ややですね。ちょこちょこマンションが建設されていたエリアなんですけど、はい。まあ、とはいえ自分この間夜見に行ったんですけど、久しぶりでしたね、はい、このまあ。わざわざ来ないじゃないですか。そうですね、中川に、ね、結構懐かしいマンションとか見るとテンション上がりますけどもね。あそこ来たことある、ね、そうで実際プラウドも今回一発目じゃなくて、はい、プラウド平和台、うん、プラウド氷川台っていうのもあるので、はい、なかなか個数が少ないのと、まあこういうところ買う方ってやっぱ永住目線の方多いじゃないですか。はい、そうです。なので売りはそんな出ないですね、中古でも。交差点の名前がこれも氷川台保育園だったんですね。ここの角のことですかね。交差点の名前になるぐらいなんで歴史があるんですかね。あるでしょうね。こっからですね、やや歩道が狭くなります、はい、ちょっとさっきに比べると。はい、で車もこれ一通じゃないんですね。そうですね、変わってます。はい、ちょっとここは狭めでございます。でももう住宅街ですもんね。はい、大して歩いてないですけど、価格が整理されてるのであんまりそのごちゃごちゃした印象はないですね。そうですね。住宅街なんで、本当住宅街好む方ですね。まあ正直これ、はい、歩いてて面白くはないです。何があるってわけでもないし、なんか公園通るとか、はい、商店街通るとか、まあ、ではないです、ね。そういう感じじゃなくても、淡々と今家に向かう。淡々と住宅街を歩いております。こういうの好むかと言いますもんね、はい、
特に会話も出ないほど何もありませんそれが売りでございます。淡々と歩いております。フレンドリースクール北豊島ってあるんですね。すごい若い方が運転してましたね。女性の大学生ぐらいですかね。自分は北赤羽の自動車学校で撮りましたけど、その後温泉並行して温泉作ろうとしたら爆発を起こしてニュースになってましたねその後、明和地所のマンションになりました。懐かしいですね。自分の時はもう優しくなってましたね。教習所もサービス業になってたんで、親世代に聞くと厳しかったって聞きますよね、やっぱり。たまに強気商売、ね、今でもやったらクビでしょうねそんな、なんかすげえ怖い感じにやっちゃったら。私マニュアル取ったんですけど、はい、2回目の人が、はい、あんた車動かしたくて来たんでしょみたいなそういう人いました。今はなかなか鬼教官これがブランズです。あ、ブランズ、はい、これは当時見に来ました。やっぱりちょっと雰囲気違います、ね、はい、賃貸じゃないなっていうのが、ね、まあ違いますよね。サッシ高高かったですよ、うん、まあ、外から見てもサッシ高結構ありますよね。そうですね、逆張りアウトフレームで、まあ、なかなかかっこいいですね、はい、そして見えてまいりました、プラウド平和台テラスのマンション建設予定地。淡々と歩きますね、これ。淡々と歩きます。はい。いい意味で面白くなかったです。それを好む方ですよね。はい、もうまっすぐ帰りたい。でも駅前はやや誘惑がありました。はい、チェーン店が多くて。はい。はい、到着でーす。プラウド平和台テラス。それではちょっとこの建設周辺を巡ってみたいと思います。だいたい12分ぐらいでしたね。ゆっくり歩いて12分ぐらいでした。では一旦失礼します。はい、ということでプラウド平和台テラス建設地周辺のレポートをお届けしてまいりたいと思います。こっち側にもバルコニーが向く形になると、これはなんかカシノ城的な感じですかね。モデルルームを後で行くので、まあ、そこでしっかりレポートできればと思いますけども、現状では、まあ、パッと見いわゆるカシノ地的な感じになってます。でも本当ご覧の通り戸建てですね。周りは静かな静かな住宅で、はい、すごく静かです。前回夜来て静かですけど、今日中でもめっちゃ静かです、はい、この木ってあれですかね、桜とかですかね。結構太いですね。そうですね、はい、これもちょっと確認したいと思います。はい、これは建築看板でございます。4階建てですね。12メーターはやや切ってますね。だからまあ単純計算で階段が3はやや切ってますからね。着工しており、2021年の1月に完成予定ということですね。うっすら見えますけど2ヶ月ぐらい若干早まってますね。もともとは2000、あ、ミスなのか何なのか知らないですけど。あ、本当ですね。後ろ3月、ね、3月になってますもんね。はい、じゃあやや早まってるかもしれないですね。うん、まあ本当に語ることがないぐらい戸建てです。で、そこ今車通ってったところはちょっと車通りはここだけありますかね。はい、ここの道だけ少し車通りがある形ですね。こっちはマンションが並んでますが、こういった形ですよね。まあ、エリアの用途地域的にこういった
4階建てほどのマンションが同じように建つので、まあ、立ってみると柵も取れて非常にゆとりが出そうですけどね、はい、まあ、囲いがしっかりしてあるので中の様子を伺い知ることは難しいですけども、はい、こっち側にも今カメラ向けてる方向にもバルコニーが来ますが、ここは何ですかね、工場とまでは言えないかどうか、まあでもちょっと工場っぽいですかね、ちっちゃめの、こっちもちょっと倉庫的な感じでしょうか、あ、ここから少し見えますね、ちょっと拝見させていただいて、ただただ静かな静かなこっちはおそらく賃貸マンションですかね、今回は珍しくモデルの前に来てるんである意味新鮮っすね、そうですね、モデルルームの前に、はい、もちろん現地は来るんですけど、はい、レポートもモデル前ですからね、そうですね、基本的に自分はモデルルーム行く、はい、まあ、数日前とかに現地見に行って、はい、で、まあ、そこで疑問見つけて、はい、モデル行って聞いてもう一回戻るっていう、今回は現地モデルだ、ね、ただ前回、まあ、同じ日中来てもあれかなと思ったんで、はい、夜来たんですけど、うん、夜もっと静かで、車の通りとかももっと少ないか、あ、いや同じぐらいですかね、通りはまあちょうどまあ帰宅時間だったのもあると思うんですけど、はい、まあ本当にこんな感じですすごく静かでございます、はい、ということで次は平和台まで歩いてみたいと思います。はい、ということでプラウド平和台テラスから今度は平和台駅まで歩いてみたいと思います。で池袋起点に見た時に、はい、まあ、氷川台駅の方が池袋に寄っているので、まあ、おそらく多くの方が氷川台駅使うのではないかなとは思いますけども、まあ、平和台もほとんど同じ距離で行けるということで、はい、まあ、使い分けはできます。で、氷川台と違うのは平和台の方が大きめのスーパーマーケットがあるので、はい、まあ、同じぐらいの距離なので、まあ、会社が許すのであれば平和台から定期買っておくと、そうですね、どっちも使える、はい、帰りは平和台でいいですけどね、はい、そうすると、この辺って生産緑地なんですかね、ですかね、まあ、土はかなりいい感じの土なんですけど、まあ、練馬とか多いっすもんね、はい、うん、東京支部とかに行ってもそういうの結構見られますよね、武蔵野市とか三鷹とかありますね、はい、生産緑地もまとまった土地ってのはそこまでないんで、うん、なんかじゃあそこがマンションになるかと難しいっすけどもね、なかなか、これなんか建築看板出てます、これ都営住宅ですよね、なんか改築とかやってるかもしれないですね、建築看板までは出してないですけど、ちょっと何か手直しかもしれないです、
でもこうやってもう週に 4,5 件現地、回りますけど楽しいですね。そうですね、いろんなこう街並みが分かるんで、皆さん絶対相性は合う街って見つかると思うんですね。はい、お客様でもいらっしゃいますよね。そうそう、新築でも中古でも物件見た後にそうそうもう一回単独でお一人とかご夫婦で、なんかもう現地見て気に入っちゃったらもうすぐ欲しくなっちゃう。それはやっぱ経験値の違いですね。なんか高まっちゃうんですよね、テンションが。そういうのは大事ですね。だから絶対モデルだけじゃなくて現地は皆さん行ってください。これを左で行きます。あ、これファインレジデンスですね。これ、あ、これも見に来ましたね。これ二等構成のやつです。別マンション扱いだったと思いますけど、はい、道路挟んファインレジデンス。森野さんも結構住宅街好きじゃないですか、戸建て派なら。そうですね、うちの周辺はこんなにこう、あれもうちょっと賑やかでしたっけ。逆にもう少し古い家と一緒にこう、ああ、そうですよね、あの辺はい、ある感じですね。お、広告が出てます。電柱広告です。やっぱ多いですね、こういう感じが。区画でなんか区切って貸してくれてたりしますよね、はい、そうそう、こういうのを子供の頃にやらせておくと絶対土とかなんか抵抗なくなるから、そうです、早めがいいですよね、はい、こういうやる場所があるっていうのは、ここが区画割りしていくか分かんないですけど、でも多いですよね、はい、最近そういったところが。マンションでもありますよ、結構屋上に有料で、はい、抽選ですけど、はい、希望者がそこを一角借りれるみたいな、はい、すげえ、これでもかってぐらい野菜とか育てたいです。元取るぞっていう。いや、なんかそういう元取る系出ちゃうんですよね。だからバイキングとか行っても、なんかそこのケチというよりかは、なんかそこもまた楽しみじゃないですか、ああいうのって。そうですね、どんぐらい食えんのかなって。量と単価が、そうそうそう、食ったら結構いく。行くんじゃねえか。それ楽しむのも食べ放題、よく食べ放題、はい、でそんな元取るの不可って、一般の人は難しいですけど、うちで言ったらマイケル太田さんぐらいしか元取れないでしょうけど。そうでしょうね。あれまた楽しいんですよね、はい、お腹が空いてきました。道が合ってんのがやや不安になってきました。あれ前回歩いた時俺ここ通ったよな。やや今不安になっております。やらかしましたでしょうか。少し先になんか少し交通量の多い通りが、いや、これやらかしたか。いや、やらかしてないはず。ないですね、ここで合ってるはず。これ左右でいいはず。これ確かプラウド平和台が近いはずです。1棟目、あ、あれっすね、確か
記憶が正しければあれがプラウドですかね。プラウド平和台がこの道だったと思います。懐かしいな、なんかでもこうやって結構前に来たエリア蘇ってきますね。2000年前半ぐらいからこうやっていろんなところ回ってるんで、はい、首都圏で降りたことがない駅はございません。ないマンションがあれば降りてますよく回って、いいですね、はい、氷川台からの通り道には、まあ、ちっちゃめのスーパーはありましたけど、はい、ここまで大きなのはなかったのでちょうどいい大きさですよね、はい、そうそう、でかすぎるとなんか大変になっちゃいますね、逆に、はい、ヨークンマート、クリーニングも入ってます。お、あのライフが見えてくるともう平和大感がありますね。そうですね、あそこの向かいに山田電機がありますよね。あそこの山田電機ってもともと大熊だったっけな。ダイナミック大熊板橋出身なので来てましたよ、この辺来てました、ここは、はい、ちょこちょこ何かでゲーム、当時はネットとかじゃなくて足でゲームソフト探さなきゃいけないから、はい、なんかいろいろ巡ったりしてましたよキャンドクでキャンドゥがあるんです。あ、これはそうですね、併設ですが建物は別になった。これは通りの整備もしてて、まあ長いですね、ずっとずっとやってますね、はい、まだ平和台にはついてませんけど、感覚的にはなんか氷川台の方が楽な気がします。そうですね、なんかあっち単調な分良かったですね、はい、なんか今思えば面白かった何もなかったけど信号とかもほとんどなかったですね。なんか淡々と何かを考えながら歩けます、はい、やっぱり人によってはこう歩きながら仕事のメールとか確認する人歩きスマホじゃないですかこうやって歩かないけど前を確認しながらメールするって傘みたいのつけるしかねいいなあ、ここにもアコレがある。7時から夜中の1時。あ、すごいですね。オリジンがあります。昔ハスネ駅の高架下にオリジンがあって、はい、そこで好きな子が働いてました。
一個先輩ですね、豊島学院、はい、あ、これもエレベーターはここで行けます。平和大物件になると結構自分見に来てますけど、大通りの方は行っちゃったりする物件が多いので、まあ、平和台最寄りながらも、はい、平和台最寄りながらも静かな環境ですかね、プラウドは。これが一般的な階段の出入り口ですね。今時間にすると12分ぐらいなんでやっぱ同じですね、はい、ただまあ感覚的には、個人的には地下台の方が楽です。そうですね、はい、私もそう思います。でなんかつまんねえつまんねえ言いながら歩いたんですけど、なんか面白くなってきました。わかんないですが面白いですね。こういう、はい、比べるって大事ですね。そうですね、目的によって使い分けるといいですね。はい、ヨークマート途中にあるのがでかいんで、まあ帰り寄りたいときここから帰ってくるのがいいかもしれないですね。はい、まあ通常時はやっぱ氷川台ですかね。方がいいかもしれないですね。はい、ということで、はい、プラウド平和台テラスの建設周辺と駅からの動線のレポートでございました。はい、